あとはもう1年間だけ親にちょっと、親のすねちょっとかじってましたね。僕もです。やったから。だからもう1年で J リーガーになるって言って。俺の時はたまたま、その入れ替え戦勝って、J2 上がれたから、うん。まあ、そのタイミングで俺も出れたし、試合に。うん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 。入れ替え出たから、契約もらえて、J リーガーになれて、みたいな。高大、森、どこが一番生活楽なの？お金がいいって言ったら、なんかちょっといやらしいけど。1チームしかないのか。え、森なんか2チーム。僕ははい、そうです。で、高大が 4? 4チームいってます。4チーム目ですね。じゃあ森から、はい、どこ？僕は今です。今が一番いい。ああ、そう。へぇ、高大は？俺は岩手ですかね。高大全然思い出話じゃなくね。まあでも思い出ですよ、それが。J リーガーになった時なんで、俺がね。それが一番。でもその中で、こう、厳しいこと言われながら、岡君の話でもあったと思うんですけど、セレッソと試合して、うん、のケツをかけてんじゃねえつって髪パーン投げられたとか。金髪にした時もですよね。金髪にして、その後北さんに怒られて、お前話しないから、強化物通じて話してこいって言われて。え、それ何？髪の毛染めただけで？いや、そんな、でもなんかまあ、ちょっと調子乗ってると思われたんでしょうね、多分わかんないけど、多分もろもろその髪だけじゃなくていろんなことで、それで、髪にしちゃ謝りに行ってみたいな。マジで、高校生だよな。早かったですよね、あの銀髪の期間は。短かったですよね。1ヶ月あったかどうかわかんないけど。その、金髪にする、ああ、でもそれもう J リーガーになってんのか。ああ、そうえ、じゃあ、美容室とか行って、染めてたってこと？ああ、そうっすよ。やっとそれ自分でお金払っていけるようになったから。僕はもうカットしかしたことないんで、ほとんど。カラーなんて、もうそりゃ、黒髪が一番っす。あんまり思い出っていう、思い出っていう、なんかいじめられてたあれしかね、出てこないんだけど、お前ら。でもその時に、結構こう、厳しく言われてたことが、今になってすごいわかるというか、あのそれこそ若い子たちを見てて思うことと似てるなみたいな。でもだって今言えないんでしょ、そういうの言っちゃいけないんでしょ。言っちゃいけないってことなんじゃないですか、言い方の問題じゃないですか。翔平さんみたいな人はいないです。翔平さん、え、翔平と連絡取ってる？翔平さんたまに、はい、連絡もらってて、でも翔平さんもめっちゃいい人なんでよくご飯も連れて行ってもらったんですけど、でももうボール持ったら頼むって言われるんですよ。あったね、あったね、頼むみたいな。何がなんて思いながら。びっくりしたのは、あの僕がベンチ入った時とかに、試合前のアップでこう集まるじゃないですか、全員バーってこう集まってじゃないですか、だからそのタイミングとかで、ほんま頼むで出てくんなよって言われるんですよ、普通に。いやいや、何言ってんのこの人、思いながら。飯行ったらめっちゃ優しいんで、この人ちょっとどうしたんやろうなって思ってます。じゃああれ、2人になったら優しいパターンじゃん。結構、皆さん、そんな、そういう、そうでしたね。あ、そうだね。みんなそうだな。はい、みんなの前だと、なんかこう、強がるみたいなね。めちゃめちゃいじってくるのに、確かに。2人になったら、なんか、まあな、みたいな。いや、どうしたんすかっていう。そうですね、あんだけボロクソ言ってたのに、今日、晩飯行こうや、って言われる。まあ、茜温泉まで一緒に行って、ほんで、ちょっとなんかいい感じやなと思った次の日また、頼むって言われて。ベテランの選手たちがバチバチなんですもん。いや、ほんまにもう、キジさんとか、キジさんが筆頭にやったから、もう、最年長が筆頭でバチバチやったから。僕、キジさんにも言われた記憶あるのは、やめろ、怖えよ、なんだよ。いや、なんか、僕が点取ったかなんかの時に、キーさんに、まあ、このままで終わると思うなよみたいに言われたのを覚えてます。だからキーさんがベンチ。キーさんが多分、そうっす、ベンチとかで僕がなんか出て、多分点かなんか取った時に、キーさんが言うよ、もうお前このままで終わると思うなよって。キーさんと言ったらそれか、メンバー外
で試合終わった後に一緒に焼肉食いに行ったのをめっちゃ覚えてます。え、ふけくんと3人でピカラで試合見た後に丸へ、丸へ行ったじゃないですか。めっちゃ珍しい3人やな。えその3人で飯食いに行くことあんだ。いや、えー、全然キリさん覚えてないじゃないですか。そうだよ。いや俺も絶対キリさんが絶対覚えてないっていう話あるっすよ、1個。ない。1年目 JFL の時に、金なかったじゃないですか、アマチュア契約で。多分それキリさん知ってたんですよ、その、大卒1年目がアマチュア契約だみたいなの。なんか練習か自主練の時に、1対1か、なんか やったんですよ、キリさんと。ボール取ったら、俺からまあボール取ったら、まあ、飯連れてってやるよみたいな感じの。えぐいっすね、それ。結果どうだったの？で、多分俺取れなかったんですよ。分かってもらえず。喜ぶとき。でもなんかそれで、なんていうの、ハングリーさみたいのはちょっとこう、勝ち取っていくもんなんやな、みたいな。実力で、こう、稼いでいくもんなんやな、みたいのは、ちょっと感じたところあります。美化しすぎじゃないですか、ちょっと。で今後もよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ2チーム昇格できることを祈ってますんで。はい、とりあえずございます。また長野にも見に来てください。はい、長野とか、ここでどこだっけ、何県？八戸です。青森です。青森県か。だからそういうチームってさ、Wi-Fi 環境と、あるわ。Wi-Fi 環境と、部屋を用意してくれればすぐ行きます。いや。だって、そうじゃないと、音がさ、拾えないんだよ。ああ。風とかなって、喋ったらもうダメで、なんもできない。だから、行った意味ないってなっちゃうから。ああ。そう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 。だからちょっと全然、もしなんかちょっと広報とか会社の人がいいって言ってくれたら電話して。わかりました。はい、たまにはお前らから電話してこいよ。はい、わかりました。はいよ、またまた、はい、ごめん長い間1時間半だった。ありがとうございました。ありがとう、はい、またよろしく。お前からよろしくお伝えください。はい、サンキュー、またね。はい、はい、金曜です。はい。はい。はい。